はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。今回ですね、紹介していきたいと思います。まあ、浮か動画とか出せれば一番いいんでしょうけどね。まあ、それは後々ね、ネタ切れした時にして。今回これですね。わかりますでしょうか、これ。ね。これわかりますか？何か。わかる人わかるかもしれないですね。で、まあ、早い話ね、これ何かと言いますと、これなんですよ。ウエストウッディ・カズミアですね。ミャンマー・カチン。これ、チュダラジですね。ワイルドになります。ね。まあね、結構今年多くカズミアが入ってきたんで、少し安かったんですよね、去年に比べれば。でも、それもまあ、高い値段だったんで、ちょっともう本当買おうかどうか迷って、まあ、どうせやるならと思って買ってみたんですね。そういうやつです。で、去年やったやつに関しては、ワイルド、激沈しました、完全に。卵を1個か3個は、取って完全に激沈でしたね。余地もおりません。で、あの時言った飼育品のペアなんですけど、一旦メスも目覚めて、ペアリングさせたんですけど、なんかまたすぐ、メスがです、休眠に入ってですね、なんと産卵しておりません。で、やっとこの前ね、2週間ぐらい前かな。で、またメスが起きて、ゼリーを食べてたんで、ね、ちょっとまあ、どうしようかなと思って、こう、悩んでたら、ね、最近知り合った方がですね、種付けをしてくれるってことで、そちらちょっと種付けの方に出しています。というわけでですね、今年は一応、ワイルドと、飼育員、ね、そちらの2メスでのブリードになります。もう、飼育員の方はもうこれやんちゃうんですし、ね、ワイルドの方もこれワンチャンしかありませんで、ちょっともうほんと失敗できないんですね。ちょっと本気でいきたいと思います。で、サンマーセットの方なんですけれど、サンマーセットの方なんですけど、はい、こちら。まあ、ほんと、ね、今やってるのはほんともうウッディ系の定番ですよね。材を入れて立てとくだけというね。設定やつなんですけど、一応今回用意したのはですね、天然の瓦材が、このセットはですね、3本。で、良さげの小柄材2本って形ですね。もうほんと、ウッディ系はほんと材を入れて立てるだけ。ね、良さげな材を。そんだけなんですけど、やっぱり、ね、ウッディはですね、まあ、数には比較的こう、なんだろう、襟好みしないという話なんですけど、やっぱそれでもやっぱ襟好みはしますし、何よりメスのですね、コンディション、なんですか、バイオリズムですか、産卵の。それに非常に左右されるというですね、やっぱり難関種というか、ね、クワガタ最高峰のゆえんを誇っている種類ですね。というわけで、ちょっとね、ここにあと、まずは、ここにある5本、あと、ベトナム材が、あと2本、ね。で、こういう天然瓦材の、カットしたやつがですね、あと5、6本。で、小柄材の、これの太いやつですね。これ、太いやつをハーフカットしてるんですよ、縦に。で、長さが半分になってて、こう2本入れてるんですけど、丸のまんまじゃないと使えないかなってやつが、ちょっとそれが3本。で、前から仕込んでて、ちょっとやわめて使えそうなのが1本。で、あと、奈良材のハーフカットが、それも6本ぐらいですね。で、まぁ、ちょっとそれで産まなければ、ちょっとね、ちょっとショップの方にまたちょっと注文しなきゃいけないかなと思うんですけど、とりあえずもう本当、材はいくらでも足りないんですよ、ウッディブリードの場合は。特にそして、今年は本当に2メスやりますんで、ちょっと足りないんですよね、現状。不安が残るんで、まだまだちょっと材は補強していきたいと思ってますけど。まあこんな感じでですね、ちょっとウッディはやっていきますんで、皆様ですね、成功するように祈ってください。それですね、動画を終わりたいと思います。